こんにちは、ガーナメンテナボクネです。今日は質問に答えていきたいなと思います。一つ目の質問は、今週は1週間サッカーの練習が続いたので本日は休息デイにしました。どんな感覚で休息したら良いですか？そんな質問をいただきました。そうですね、この辺の小学生とかを見ていると休みがね、本当に少ないなっていう風に感じます。例えば少年団とかクラブの練習が月曜日が休みだったとしても、そこにこうトレセンの練習が入ってきたりとかですね、そして本当に空いた時でもスクールに行ったりとかですね、で土日は試合があって、もう平日も週末も全部練習や試合で埋まってしまう、そんなことをこうしている子が多いんじゃないかなと思います。やはり技術やこう競技力を上げるためには練習が必要なのですが、やはり休む時間も作らないとパフォーマンスが落ちてしまうっていうところをケアできないのかなっていうふうに思います。で、ネットを見てると、例えばドイツの小学校年代っていうのはですね、強豪クラブで週3回90分で週末に30分ハーフの試合を1試合やる、これぐらいのスケジューリングでやってるっていうような記事が出ています。でこれをいきなりドイツがこうだから日本もこうするっていうのはなかなか難しいと思いますし、現実的ではないと思うんですが、やはりですね、少なくとも週1週間に1回ぐらいは完全に体を休めてあげるオフの時間を作ってあげても、特に小学校年代にはいいのではないかなっていうふうに思います。トレセンも休めないし、スクールにも行きたいし、かといって少年団休めない、試合はまして休めない、その気持ちはとてもわかるんですが、まあ、長い将来を見た時にですね、まあ、怪我の面でもそうですけど、自分の怪我の面でもそうですが、その子供さん自身がですね、いつもこうサッカーをとか、まあ、競技を好きでいるためには、まあ、休息をして少し余裕がある時間も大事なのではないかなっていうふうに思います。ですので、まあ子どもさんのためを思ったり、子どもさんがやりたいという気持ちをよりこう持続させるためにも、怪我など痛みにならないためにも、まあ、1週間に1回ぐらいは休むということをちょっと念頭に置いていただけると、まずはステップとしてはいいのかなというふうに思います。で次はですね、こう水分を取った方がいいよというふうに言われるんですが、どれぐらい取ったらいいのですか？そんな質問をいただきました。まあ、僕は栄養士ではないので専門家ではないのですが、水分量ですがね、これちょっと難しくて、食事からも水分を取れるし、人によってこう飲みすぎてしまうっていうことも良くないと思うので、まあ、幅としては 1.2 から 2.5 ぐらいの水を取った方がいいよっていうふうに書いてあるものが多いんですけど、僕が今来てくれうちに来てくれてる子に推奨してるのは、まあ、まずね1日をかけて、まあ、1.5 リットルぐらいは飲んだらどうかなと。っていうのは1リットルではきっと足りないんですね。ただ2リットルだと多い子もいるかもしれないなっていうふうに思います。特に平日はですね、まあ、運動やってそこまでやってない時は2リットルだともしかしたら多いかもしれないなと。でも 1.5 リットルは必要量じゃないかなっていうような感覚があります。でこれはまあ、いろんなものをね、これやっぱ調べてもらった方がいいと思いますし、飲んでみて自分の体調とこう相談した方がいいのではないかなと思います。で、その 1.5 でも少し多いと感じるものも多いと感じる人もいるかもしれないですし、2リットルでももうちょっと飲んだ方がいいって思う子もいるかもしれません。汗をたくさんかくことがあるんですね。ですので1リットルじゃ足りないっていうことはまず覚えておいた方がいいのではないかなと思います。この1リットルっていうのはかなり意識をしないと飲めないなっていう風なのを今うちに来てくれてる子と話してると思います。ですので朝まずコップ1杯飲んで、で学校行く前に飲んで、で行ってる間に水筒の水を全部飲み切る、その水筒の量をどれぐらいかっていうことをちゃんと把握していくことが大事じゃないかなと思います。そして、まあ、合計が 1.5、 これ平日ですね。平日をとても大事にしてもらいたいなと思います。というのは土日の試合の時とかは、まあ、喉が渇くので、まあ、嫌でも別に飲むんですね。自然と飲むんです。ただ平日は学校に行っていて、まあ、今だとクーラーもあってそこまで喉が渇かないケースが多いと思うんです。でそういう時にまずですね、こまめに休み時間ごとに水筒の水をしっかりとって、まあ、朝起きてから家に帰って夜寝るまでの間に 1.5 リットル
まず飲んでるかなっていうところをまず数値化してですね、飲んでいくことをこう習慣づけてあげると、土日にこうトラブルになっていくっていうことが少ないのではないかなっていうふうに思います。はい、今日はですね、まあ、2つの質問に答えさせてもらったんですが、練習の休みについてのことですね、これについても水分のことでも、これパフォーマンスをアップさせるものではもしかしたらないように見えるかもしれません。でも、まあ、休むことでパフォーマンスアップさせるとか、水分取ることでパフォーマンスをアップさせるっていうよりは、どちらかというとパフォーマンスを落とさせないために必要なことだと思うんです。練習とかを一生懸命やる、トレーニングを一生懸命やる、どうしても足し算の方ばっかりに目を向けてしまって、引き算の方には目を向けられないことが多いのではないかなと思うんですね。ですので、まあ、休むことにしても水分にしても、今せっかく積み上げてきた練習のものをマイナスにしないことを考えていただけると、こういったことが必要なことが分かるのではないかなと思うので、ぜひですね、お父さんお母さん、そして子どもさんと相談をしてですね、まあ、今目の前だけの技術を上げていくとか競技力を上げていくっていうことではなくて、長い目で見て休息とか、そして水分とか、そういったことを頭に入れてやっていけると、今よりもっとね、いい選手になっていけるのではないかなと思いますので、ぜひもう一度考えて行動してもらいたいなと思います。それでは。